アンソフィー・マシス・アンヌ・ソフィー・マシスは、フランスの女子プロボクサーである。第2代 WBA 女子世界、スーパーライト級王者。第2代 WBC 女子世界、スーパーライト級王者。ナンシー出身。1995年10月21日、ハンガリー・エギルで、エリカ・セゲリと対戦し、初回 TKO 勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2005年10月29日、 フランスイコールエイコールモゼルケンドンシュルマールトでエブ、女子スーパーライト級王者ナタリー・トロと対戦し、9回、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2006年12月2日、パレオムニス・ポールド・パリベルシーで、WBA 女子世界、スーパーライト級王者ミリアム・ラマールト空位のエブ女子、スーパーライト級王座決定戦を行い9回、TKO 勝ちを収め WBA 王座獲得。 エブ・オーザ・カエリザキに成功した。2007年6月29日、マルセイユのパレデス・ポール・ドゥ・マルセイユで、ミリアム・ラマールと対戦し、2ラ・レイの判定勝ちを収め初防衛に成功した。2008年3月8日、モゼル・ケン・メスで、WBC 女子世界スーパーライト級王座並びに、ウィブフ世界スーパーライト級王座を決定戦を、アナ・パスカルと対戦し、 3回 TKO 勝ちを収め、WBA 王座2度目の防衛、WBC 王座とウィブフ王座の獲得に成功した。2008年11月22日、レ・マジュールでベリンダ・ララキュエントと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収め3度目の防衛に成功した。2010年11月26日、ノアジー・コール・ルイ・コール・グランでミハエラ・ドラガン・ドラガンと対戦し、 初回 TKO 勝ちを収めた。2011年4月29日、ポントイコールコンボーで、ドゥダヤンコビッチと WBO 女子、ヨーロピアンウェルター級王座決定戦を行い、3回 TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2011年6月23日、レペンルミラボーで、オリビア・ブドゥマとビバ並びに、WBF 女子世界ウェルター級王座決定戦を行い、 5回35秒 TKO 勝ちを収めビバ、王座と WBF 王座の獲得に成功した。2011年10月1日、ウィブフ世界世界ウェルター級王座決定戦をシンディセラノと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収めビバ王座と WBF 王座初、防衛、ウィブフ王座の2階級制覇に成功した。2011年12月2日、 ニューメキシコ州アルバカーキのルート66カジノで、ホリー・ホルムといえば女子世界ウェルター級王座決定戦を行い、7回1分38秒 TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2012年6月15日、ニューメキシコ州アルバカーキのルート66カジノで、ホリー・ホルムと再戦し、10回0から3の判定負けを喫し、いわ王座初防衛。 ウィブフ王座二度目の防衛に失敗し王座から、陥落した。2012年9月22日、デンマークフレゼリクスハウンで WBA、WBC、WB o 女子世界ウェルター級王者、セシリア・ブレイクフスに挑戦したが、10回0から3の、判定負けを喫し WBA、WBC、WB 王座獲得に失敗した。二千十三年六月一日、ドンシュルマールトで、 ヤハイライルナンデスと WBF 女子世界スーパーウェルター級王座決定戦を行い5回1分59秒 TKO 勝ちを収め WBF 王座2階級制覇を果たした2014年7月26日ザクセンアンハルト州デッサウのアンハルトアレーナで WBO 女子世界スーパーウェルター級王座決定戦をクリスティーナ・ハマーと行い5回25秒無効試合と なり、WBO 王座の獲得に失敗した。2015年2月27日、バルドワーズ・ケンサルセルで、オクサンディア・カスティーヨと対戦し、10回1から1の3者、3用の判定で引き分けたが初防衛に成功した。ありがとうございます。